はい、皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのみーです。はい、ということでですね、今日は、ちょっとまたラジオ形式でお話をしていこうと思います。今日のテーマは、人から嫌われるのが怖いとか、人の目をすごく気にしてしまうとか、他人からどう思われるかが、すごく気にしてしまうし、悩んでしまうし、自分のメンタル不調がそういう、他者からの評価にから来てるなっていう悩みを持ってる方向けの、ラジオになります。で、人から嫌われるのが怖いっていうのは、私自身も本当にずっと悩んできたことで、今でも完全にその恐怖心がなくなったわけでは全然ないんですけども、そのなんで人から嫌われるのが怖いのか、人の顔色ばっかり伺ってしまうのかっていう根本要因をしっかりと把握して、で、どういうふうに対処したらいいのかっていうのが分かるようになってきてからは、だいぶ生きやすくなってきたので、そのお話をしたいと思います。まず、これを、聞いてる方でメンタル疾患とか心身症とか持ってる方も多いですし、不安症とか、特に人からどう思われるのかがすごく気になって怖いっていう方がね、すごく多い、このチャンネルすごく多いので、で、そういう人たちの、根本要因っていうのは大体 あるんですよね。で、その根本要因っていうのは何かっていうと、というのもやっぱり人の目を全く気にしない人とかも中にはいるじゃないですか。何がそういう人と違うのかなっていうところで、根本要因はやっぱり幼少期に遡るというふうに言われてます。で、大きなところで言うと、やっぱり、両親とか、自分の養育者との関わりだったりとか、あとは、子供の頃の、いじめがあったとか、そういったところに遡ります。で、子供の時に学校とかでやっぱりいじめに、遭ってましたみたいな、よくいじめに遭ってたとか、それで不登校になっちゃったとか、そういったトラウマ経験がある人とかはやっぱり人から嫌われるのが怖いなっていうところに結びつきますよね。やっぱりいじめとかだと、やっぱ子供の時って学校という世界が全てだから、私も子供の頃を振り返って思っても、やっぱり学校で居場所なくなったら人生崩壊するなっていう、あの恐怖感っていうのはすごくよくわかるんですよね。多分多くの方が子供の頃のね、その時代っていうのは学校が全て、学校の世界が全部だっていうふうに思い込んでたと思うので、そこで居場所がなくなったり、いじめられたりすると、もう自分の生きていく世界がもう閉ざされたっていう感覚になるから、やっぱりその学校という狭いコミュニティの中で嫌われてしまったら終わりみたいな、そういう恐怖感っていうのがやっぱ植え付けられたまんま、大人になってしまうと、やっぱり周りから嫌われるのが怖い。もうそれは、その嫌われてしまったら自分の行く場所がなくなる、生きていく場所がなくなるっていう、もうなんか死の恐怖みたいなところにつながったりもするんですよね。それが一つと、もう一つは、養育者、両親だったり祖父母だったり、自分を育ててくれた人ですねからの、目に見える明らかなもので言えば虐待ですね。ただ、その明らかな虐待じゃなかったとしても、本当に些細なことでも、例えば、自分の養育者が誰かの悪口をお子さんに、つまりあなたが子供の時に悪口をなんか吹き込むような人だったりとか、他人の悪口をよく言うとか、あと両親の仲が悪くて、でお母さんがお父さんの悪口をいつも子供に言ってるとか、お父さんがお母さんの悪口をいつも言ってるとか、夫婦仲が悪かったりとか、あとは、そもそも親が子供に対して、すごくきつくね、いろいろ言ってしまうだとか、必要以上に子供に対していろいろ暴言を吐いてしまったりとか、きついことをずっと言ってしまったりだとか、そういう養育者との幼少期からの関係性が一番大きいっていうことは言われてるんですよね。で、なんでそれが人から嫌われるのが怖いにつながるかっていうと、自分が小さい時っていうのは自分一人では生きていけない、やっぱり養育者にお世話をしてもらってね、それで
こう命をこうなんとか保っていくじゃないですか。ご飯もらってトイレとか身の回りのお世話も全部してもらってみたいな、まあ、それがちっちゃい頃からどん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 だいたい小学校ぐらい、ね、入るまではもうとにかく養育者のお世話にならなきゃいけない。で、まあ、それから高校生ぐらいにまでなるまでも学費をね親に払ってもらって、家のこと身の回りのこととかも親がやってくれたりしてなんとかこう生活できるじゃないですか。つまり養育者ね、親とか祖父母とか自分を育ててくれる人っていうのは自分のもう命を預かってるすごい重要な役割を担ってる大人であって、その自分の命を預かってるその大人がなんだかこう悪口ばっかり言ってるとか自分に対してきついことばっかりしてくるだとか仲が悪いっていうと、もうその大人に見捨てられてしまったら自分小さい何の力もない無力な自分は生きていけなくなるんですよね、うん、最悪こう大人から嫌われてしまったら捨てられてしまったら自分の命がもう危うくなってしまうので、もうそれはすごく恐怖につながるわけですよ。命の危険につながる。だから身の回りの大人には愛されて、大好きだよって言われてそういうふうに育っていくことで子どもの心っていうのは健全に育っていくんですけど、そういうふうに嫌われてしまったりするともう自分の命の危険にさらされる。だから、まあ、子どもは親に好かれようと頑張るんですよね。で、いい子でいないと褒めてもらえなかったとかね、優秀な成績を取らないと怒られるとか、いい子でいれば認めてくれるんだけどいい子じゃないと認めてもらえないみたいな、まあ、そういう家庭環境だったりするとやっぱり自分はいい子でいないと命の危険にさらされるわけですから、そう必死で子供はいい子でいよう、いい子でいようって大人にね、周りに怒られないように神経を研ぎ澄ませて大人の周りの顔色を伺って嫌われないように必死にいい子を演じなきゃみたいなことになるんですよね。そう、周りに結局嫌われたら終わりだ、嫌われたら人生を終わってしまう、怖いっていうところに根本的につながってしまうんです。それが、まあ、幼少期子供時代にそういう、家庭環境だったりいじめだったり何かしら、育っていく中で問題があったりすると、そういう恐怖心に、つながってしまうので、まあ、いい子を演じてしまうとか人から嫌われないように八方美人で頑張ってしまうのはなんとか自分自身がこう生き延びていくために身につけた技、仕方なく身につけてしまった技みたいなものでもあると言われています。これが人から嫌われるのが怖いよっていうところを持ってる人のなんかまあ根本要因みたいなところに当たるんですよね。ただ、まあ、この人から嫌われるのが怖いから人の顔色を伺ってすごく空気を読んでしまうっていうのは決して悪い面ばかりではないんですよね。こう空気を読むのが上手だったりとか、まあ、人の顔色を伺ってその人がどう思ってるのかがすぐに分かるみたいな、まあ、そういう技とかを身につけられるとコミュニケーションがうまくできたりとか、まあ、いい人だな、この人いいなっていうふうに好かれやすくなるとか、まあ、そういうメリットとかもあるかもしれないんですが、それ以上にやっぱりデメリットがめちゃくちゃ大きいんですよね。で、どうしてその人から嫌われるのが怖いから一生懸命人の顔色を伺って八方美人になってしまうのが良くないのか、その弊害は何かっていうと、やっぱりそれが度が過ぎると神経すり減らしていってしまうっていうのは、まあ、皆さんも分かると思います。あまりにそれが行き過ぎると心を病んでしまう、ね、そういうところにまず弊害としてありますよね。あとはまあその八方美人、あまりにペコペコしてる人とか八方美人ばっかりやってる人ってどうしてもなんかちょっと気持ち悪いよねとかね、人に媚びへつらってばっかりでなんかあの人どうなのって逆に嫌われちゃうとかね。あとはよくこう仕事とかであるのはあのこき使われやすくなる、人から嫌われないように一生懸命やってると、あこの人便利だわ、何言ってもやってくれるわみたいなことにつながって、もう便利屋みたいな感じでバンバンこき使われて、いいようにこき使われて便利屋にされてしまうとか、あとはあこの人何言っても反抗してこないしっていうことでいじめのターゲットとかにもされやすくなってしまうんですよね。あとパートナーシップとかで言うと、あこいつは本当に顔色ばっかり伺って自分のことを主張してこないから、あもう楽勝だわって言ってパワハラされたり DV されたりね、そういう被害者になりやすくなってしまうのがこの、八方美人だったり人の顔色を伺ってばっかりいる人の弊害ですね。
で、じゃあ例えば、まあ、今までこうわーって話したのが結構私にも当てはまる部分が多いんですけども、なんか具体的に私のその過去、人から嫌われないように必死に頑張ってしまう癖のせいで、メンタルが崩壊してしまったっていう経緯もあるんですけども、その例としては、そうですね、昔働いてた会社で、結構大きい会社だったんで、あの事業会社みたいな、会社の中にまた別の会社があるみたいな感じのとこだったんですよ。でその事業会社に、なんか私は仕事で、まあ、当時広報部員だったので取材に行ったりとかしてて、でその事業会社の社長と飲みの席でちょっと仲良くなって話してたんですよ。でそしたらその事業会社の社長が私の広報部の部長の悪口をめちゃめちゃ言ってたんですよ。君んとこの部長をさ、こうでこうでこんなことがあったんだけどみたいな、もうすごい悪口を言われて、部長ので、その時に私もなんかすごい怖くなってしまって、自分が怒られてるわけじゃないんだけど、まるでその部長が怒られてるイコールなんかこう自分が怒られてるみたいな気分になってしまって、しかもなんか部長の罪は自分の罪なんじゃないかみたいな感じで思い込んでしまって、でなんかそんなに気にする必要はなかったんですけど、で、まあ、その時に私が、なんだろうな、なんか部長のことをこんなに社長は嫌ってるんだから私も嫌われてるんじゃないかみたいなところに結びついてしまったんですよね。そうで、まあ、それでなんとかこの社長に気に入られなきゃいけないみたいなところに結びついてしまって、でその飲みの席が終わった後にその事業会社の社長のところにいる部下とか同僚たちにもう必死になんか弁解みたいなのをして回ったのを覚えてるんです。部長のことこういうふうに悪口言ってたんだけどね、でも部長はそんな人じゃないんだよ、そして私もこんなに一生懸命やってるからなんか嫌わないでほしいなとか一生懸命弁解をしたりとか、どうしよう裏で私のこと悪口言ってるかな、あ嫌われてるんじゃないかな、どうしようどうしようって周りの子たちにめっちゃ相談したりとかすごいやってたんですよね。なんか今思えば、いやそれは何だろうね、自分に対して言われたことではないからそんなに気にする必要じゃないし、人の好き嫌いのこう受け取り方っていうのも人それぞれ、まあ、社長がたまたまそういうふうに思っただけであって、別に、それは社長がそう取っただけでしょっていう話で、私がそこに介入する必要もなかったし、まあ、そもそも新入社員、若手社員かな、まだ2年目とか3年目だったので、そんな若い社員にその子の部長の悪口を吹き込むなんていうことをやってる社長自体も人格的にどうなんだっていう話にも結びつくから、なんで私がそんなに弁解を周りにしていたのかとか、そんなやる必要なかったでしょって思うんですけど、まあ、当時はそういうふうに嫌われるのが怖いし、嫌われたら一巻の終わりだし、自分の周りの人も嫌われたらイコール自分も嫌われたっていうふうに思い込むみたいな癖が強かったので、まあ、そういうふうに精神的に疲弊してたし、まあ、そういうことばっかりやってたので、なんかあるたんびにテンパってパニックって謝って悩んで周りに相談してみたいな、本当にそういう仕事の中でのそういう悩みばっかりだったんですよね。そう、まあ、こういうのが一例です。なので、まあ、人から嫌われるのが怖いとか、そういうのがあると、まあ、こんなことばっかりやってたら当たり前ですけど心病んでしまうしね、それでやっぱ寝れなくなったりとかもしてました、何か言われただけで不安で恐怖で夜眠れなくなってみたいな。やっぱりそういう、まあ、ここのね一部だけ切り取って話せば、そんな悪口を言う社長が悪いんじゃんとか、まあ、部長も部長でなんかいろいろやらかしてたっぽいんですけど、やらかした部長が悪いんじゃんって思うかもしれないんですけど、受け取り方の問題もすごく大きくて、その時に私がどう受け取ってどう対処するかっていうのをちゃんと、自分を守るっていうことができてないと、これどこに転職しても部署を変えても仕事を変えても、何を変えてもこの根本的に嫌われたら怖いみたいなところが治ってないと、どこ行っても同じことで潰れてしまうんですよね。でその後私が心理学、アドラー心理学とかメンタルヘルスとか、まあ、いろんな心理学の本とかを読む中で学んできたのが、その人に嫌われたとしても他人からの評価が低かったとしても、そこで自分の価値っていうのは決して変わらないよ、自分の
価値っていうのは絶対的にちゃんとあるもので、他人からどう言われたところで自分の価値が下がったり上がったりとかすることはない。常に自分にはちゃんと価値がある、ね、人間としてちゃんと生きる価値がちゃんとあるんだよっていうことを初めてそのアドラー心理学だったかなんだかで知った時にすごいびっくりして、えっと思ったんですよね。これが多分そういうなんかこう毒親の下で育ちましたとか、うん、あの人家の顔色ばっかり気にしてますっていう人は結構衝撃だったと思うんですよ。あ、自分の価値って他人の評価で決まると思ってたって思ってる人がすごい多いんじゃないかなと思って、要は人から褒められれば自分には価値があるし、人からけなされたら自分には価値がないし、そう、人からの評価によって価値が上がったり下がったりするみたいに思い込んでる人多分多いと思うんですけど、それが根本的に間違ってるんですよ。そう、だからなんだろうね、こう芸能界とか見ててもなんかめちゃくちゃバッシングとか受けててすごい批判されてるのに、なんかめっちゃ幸せそうに生きてる人とかも、まあ、いるじゃないですか。パッとは思いつかないですけども、うん、だから世間の、うん、そういう批判を受けたからその人の人間としての価値が下がるっていうわけじゃなくて、やっぱりその人の人間としての価値は常にちゃんと一定にあるもの、うん、そこに他人からの評価でその人の価値が上がったり下がったりするってことはまずない。これがやっぱり根本的に抜けてると精神的に辛くなってしまうので、まあ、常に私もその、うん、人から嫌われたらどうしようとか、こう仕事でね成果出せなかったら自分の価値がないとか、仕事で成果出せたら自分の価値があるみたいに結びついちゃってる人なんかはこういう、思考を常に持っておくっていうのがめちゃめちゃ大事で、でこれやっぱりこう仕事をしてて鬱になる人にやっぱ共通するところが、仕事を頑張れてる自分には価値があるだとか、成績上げた自分には価値があるとか、で逆にミスしたら自分の価値は下がるみたいな、ここをそういうふうに勘違いしてるとやっぱり仕事してて鬱になりやすくなったりするんですよね。そうなので、まあ他人の評価で自己価値、自分の価値ってのは決まらないですよ、根底にそれをまず覚えておくっていうのが大事かなと思います。それから、まあ、例えばなんですけど、仕事をねしていてやっぱり嫌われたらどうしようっていう不安感が強くて悩んでる人とかも多いと思うんですけど、まあ、これいくつかに分けて対策をお話ししたいと思います。まずはさっき話したように、嫌われたとしても自分の価値っていうのは下がることもない。逆に言えば仕事で成果上げたりとか誰かに褒められてもそんなことで自分の価値が上がるっていうわけでもないんですよ。褒められようとけなされようと嫌われようと何されようと常に自分は生きる価値がちゃんとあるってことですよね。だから、うん、仕事上でなんか嫌われたりなんか怒られたりしても実際のところは何も問題ないんですよね。何も関係がないし何も問題ない。自分の価値がそこで揺らぐってことがないから、万が一仕事でトラブったりとかして、あ、やばいとか問題だって思い込んでるのは自分の心だけで、そうなんですね。よっぽど犯罪を犯すとか誰かにものすごいパワハラをするだとかそういうことをしてない限りは、そんなになんか人ってめちゃくちゃ嫌われるっていうのもそんなないとは思うんですよね。誰かに嫌がらせをしてるとか犯罪を犯しまくってるとかそういうことじゃない限り、普通に生きてればそんなにめちゃくちゃ嫌われるっていうことも そんな心配しなくてもいいのかなと思うんですよ。嫌われてるって思い込んでるのって意外と自分だけだったりして、周りに聞いてみたら実はそうでもなかったっていうこともね結構あったりします。あとはこう思われたらどうしようっていう不安感が強い人なんですが、これはね確実に妄想だったり被害妄想だったりするんですよね。こう思われたらどうしよう、こう思われてるんじゃないか、どうしようどうしようどうしようっていうのはもう妄想でしかないんですね。なのでこの妄想が始まったらそれは切り離すっていう練習をするしかないんですね。でこれ例えばなんですけど、私が昔仕事してた時にメールをもらって、で別の社員さんからメールが来て、で何かを私その人に頼んでたんですよ。でもその人が結構忙しかったみたいで、なんかちょっとそっけないメールが返ってきたんですよね。でそれに
対してなんかしばらくしたら、まあ、その時はね、あ、その相手の人がまあまあ忙しいんだろうな、大変なんだろうなぐらいにしか私は思ってなかったんです。あんま気にしてなくて、そしたらそのしばらくしてその人からもうごめんなさいみたいなメールが来て、さっきのメールすごい冷たい言い方しましたよね、ごめんなさい、自分もすごいいっぱいいっぱいでついついそういう冷たいメール送っちゃったんですっていうなんか謝罪メールが後から来たんですよ。でも当の方に、言われた方に、つまり私は本当に気にしてなくて、まあ相手もそういう事情があるんだろうなぐらいにしか思ってなかったので、びっくりして、もうそんな謝んなくてもいいのにみたいな風に思って、なんか意外とねこういうこと結構あるんですよ。私 の、 あの視聴者さんからなんかメッセージもよくもらうんですけど、なんか私にこう思われてるんじゃないかって不安で不安でみたいな、なんかすいませんでしたみたいなメールが来たり、あの DM が来たりとかコメント来たりとかするんですけど、ごめん何も私思ってないよみたいなことの方が 99% ほぼ、何も思ってないことが多いんですよね。視聴者さんからなんか、あの謝罪の連絡が来たりとかしても、いやいや何も考えてないよ私みたいな、そう、まあ、いい意味で言えば何も思ってないし、悪い意味で言えばなんかなんだろう、私が関わってるうちの一人ぐらいにしか思ってなくて、そんなに真剣に相手がこう言ってきたからこうであでわーとか思ってないんですよね。そうだから自分が気に病むほど相手って意外とそんな気にしてないよってことが 99% ぐらいだと思うんですよ。で、相手がそんなに気にしてないことにあなたがめちゃくちゃ思い悩んでいるとしたら、それ時間の無駄じゃないですか、もったいないじゃないですか。そうなので、こう思われたらどうしようっていうのは本当に切り離す、まあある意味冷酷になった方がいいです。あ、こんなこと言っちゃった、どうしようどうしよう、いやでもいっかって、もう そういうふうに相手がなんかネガティブに捉えたらそれは相手の問題だろうって、ある意味冷酷になった方が楽で、でなんでかっていうと、自分が発した行動とか言葉言動っていうのは自分の手から離れた瞬間に相手に伝わるんですよ。で相手に言った瞬間にその受け取り方の責任は相手にあるんですよね。だから自分が発した後の責任は自分にはないんですよ。こういうふうに思うとすごい楽になります。そう、例えば、誰々さんに対してねこういうメールを送ってしまいました、もうメールを送った後はそのメールをどう受け取るかは相手次第だし、例えば私に何かを言いましたと、何か言った後はそれをどう受け取るかは私の責任、私の問題なんですよ。なので過去のことを気に病むっていうのは全く意味がないし、過去のことを、気に病んでいても時間がもったいない。で自分が言ったことやったことは相手がどう受け取るかが問題なので、そこを悩むのはあなたの責任ではないんですよっていうところなんですよね。まあ、これはアドラー心理学の課題の分離とも言われてるんですけども、要は相手の受け取り方がの問題になってくるので、仮に相手がそれで怒ったとしたら、それは相手がそういうふうに受け取ったから怒ってるんでしょっていうだけの話になるんですよね。そうそう、なので自分が、まあ、メンタルを健康に保つんであれば、過去のことをもう一切反省しないっていうのを私はお勧めしてるし、私も日頃から実践するようにしてます。私も仕事とかしてるとすごい、あ、やらかしちゃったとか、あ、余計なこと言っちゃったとか、めちゃくちゃあってで後から、あ、あんなこと言うんじゃなかったかなとか思うんですけど、でもすぐに、いやでも仮にね、私の言ったことで相手が傷ついたとしたら、もうそれは相手の受け取り方の問題だから、もう私がここは気に病むことじゃないよねって、常に自分に言い聞かせるように気をつけてます。もうそうしたらすっごく生きやすくなったし、心もめっちゃ楽になったし、仕事しててなんか気に病んでしまうっていうこともだいぶ減ったかなと思うんですよ。そうなんですね。で、まあ、これもなんか例えば例として挙げるんであれば、私の職場に私のあんまり好きじゃないおつぼねのおばはんがいるんですけども、はい、そのおつぼねね、多分、まあ、あんま私のこと好きじゃないと思うんですよねなんか初期の頃にいろいろごたごたがあり、多分私はあんまり好かれてはいないと思うんですよ。なんか結構私に対してだけ冷たいなって思うことがすごく多々あって、ただそれは冷たいなって受け取るのは私の問題ですよね。そうね、なのでそういう態度を取る、まあ、おつぼねも悪いかもしれないけど、その態度を取った
った時にどう受け取るかは私の責任なので、そうなので、あ、この人なんか冷たいなっていうふうに取ることもできれば、まあそういう人でしょって割り切ることもできるしね。なので、あの、そのおつぼねが嫌だなとかどうだって受け取る側は私、ね、私にどう受け取るかの責任があるので、そのおつぼねの行動とか態度を改善しろとは私は思わないんですよ。それはやっぱり相手をコントロールすることになるし、あの、どう受け取るかはこっちの責任であって、態度を変えさせるのは私の問題ではないからですよね。そう、そういうふうに私は割り切ってますね。で、例えばの話なんですけど、なんか前にそのおつぼね含んで、あの、ミーティングがあったんですよ。4人ぐらいでミーティングしてたんですけど、まあ、うちの会社めちゃめちゃ忙しいので、あんまりそのミーティング中で無駄なこと喋ってる暇とかもないぐらいめっちゃ忙しい。それで残業とかもしてるので、とにかくミーティングはパッとやって、大事なことだけ話したらパッと切り上げるっていう感じで私たちはやってるんですが、まあ、そのおつぼねは、あの、グダ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 余計なことを話すおつぼねで、まあ、その時点で私はあんま好きじゃないんですけどまあまたそのミーティングでみんなに関係のあることじゃなくて、なんかそのおつぼねおばはん自分自身が解決したいことを延々とちんたら話し始めて、うわ、これ絶対長くなるやつだと思って、で、まあ、その時私も、まあ、今ね、妊娠してるし、もうすぐ出産近いし、体調もあるし、仕事でもめっちゃ忙しいし、残業もしてるしっていうので、すいません、ちょっとこの時間を引き継ぎに当ててもいいですかつって抜けたんですよね、そのミーティング。その時のおつぼねのすごいなんかはぁみたいな態度だったんですけど、まあ、それは私もイラッとは来たんですけど、でも、もしかしたらそこで私がそういうことを言ったことに対して、おつぼねが、わあ、まあこいつとか思ってるかもしれない、うん、嫌われたかもしれない、ね、何なんだこいつって思われたかもしれないけど、そこに悩む時間、めちゃめちゃ無駄じゃないですか。だから、そういうふうに、あ、なんか冷たい態度取られた、あ、なんか嫌な顔された、あ、私嫌われたかなと思ったとしても、ね、それをどう受け取るかはおつぼねの問題じゃないですか。途中で私がミーティングを抜けたことに対してどう考えるかはおつぼねの問題だし、私のことを好きになるも嫌いになるも何とも思わないも全部おつぼねの課題だから、私がそこに干渉することじゃないよねって割り切るんですね。これができない人だと、あ、どうしよう、今ので誰々さんに嫌われたかな、あ、誰々さんに裏で悪口言われてるかな、あ、どうしよう、キャーってなると思うんですけど、そのどう相手がどう思うかは全部相手の問題だから、そこに干渉する必要はないよってことですね。そうなので、まあ、相手に嫌われないようにしよう、好かれるようにしようっていうのは全部相手をコントロールすることになる。で、他人をコントロールすることっていうのは絶対にできないです。あの、本当に無理なので、私やろうとしたら、あの、疲弊してパンクするので、それをやめた方がいいですし、気にしそうになったらどう受け取るかは常に相手の問題だよねっていう風に自分に言い聞かせるのがいいかなと思います。で、最後になんか私がすごく伝えたいのは、やっぱりそのいい人を演じようとか、そのいい人を頑張って演じて嫌われないように頑張って努力してって、一時はできるけど、どこかで絶対潰れるんですよね。それ続けてると絶対どこかでパンクして倒れます。私自身もパニック障害、うつで、ぶっ倒れて入院しましたけども、それはやっぱりそういう生き方をずっと続けてたからです。周りにいい顔して嫌われないようにって必死に動き回ってるうちに、とうとうね、あの、心と体がもうぶっ壊れました。なので、まあ、自分のメンタルとか体の健康のために、自分をやっぱり優先する、ずうずうしいぐらいに自分を優先する、自分を守る、そういうふうに思って生きた方がいいですし、なんでかっていうと、まあ、私がそのぶっ倒れた時に経験したのは、自分が倒れても誰も助けてくれないっていうことにね、気づきました。まあ、助けてくれたのは本当に家族とかね、周りの大事な人たちだけですけど、会社も上司も誰も何にも助けてくれないんですよね、自分が壊れてもね。なので、なんかちょっとまだ勘違いしてる人も多い気がします。その自分がぶっ壊れるまで働いて、あとはなんか慰謝料請求してやろうとか、ね、裁判を起こしてとか思ってる人もいるかもしれないですけど、基本的に会社って本当に人を駒のように扱う場所なので、その人が壊れたらパッて切り捨てるだけなんですよ、本当に。なので、その会社に何とかしてもらおうとか、上司に何とかしてもらおうっていうのは思うのは本
当にやめた方がよくて、どうにかしてもらおうじゃなくて、自分の身は自分で守ろうなんですよね。ずうずうしいくらいでいいから、自分のことは自分でちゃんと守る、ね、で誰かにいいように思われようだとか、誰かに協力してあげようとか、誰かを助けようとか、そんなことをする前に自分を助けてあげましょう。人を助けるも何もね、誰かに優しくするも何も、自分に優しくできない人は他人にも優しくできないんですよね。なので他人が周りがどうのじゃなくて、まずは自分、まずは自分を満たす、まずは自分を大事にする、まずは自分を守る、まずは自分を助けてあげる。で元気になって、元気があり余ったら他人に少し分けて優しくしてあげればいいんじゃないのっていうことなんですよ。自分が元気がなければ何にもできないし、なんですよね。なので、まあ大事なのはやっぱり人生一回しかない。しかも人生って自分のために生きてるわけだって、他人のために生きてるわけじゃないのでね、周りにそういうものを委ねてはいけない、そういう判断を委ねちゃいけないです。やっぱり自分の人生なんだから、自分のことは自分で責任持って、自分のことを大事にして生きるね、そうやって生きていくっていうのはすごい大事かなと。まあそれが根本にあると、だんだん生きるのがね楽になってくるんじゃないかなと思います。ということで、今日は人から嫌われるのが怖い、人の顔色を伺ってしまう、八方美人をやってしまう人の悩みの根本と対策についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。ではまたねー。